最初から彼のプランはメガロドンにクラーケンを倒させるものだからね。クラーケン、負けないで。コン、頂上バトル、ミステリー案内人です。お、なんだなんだ、コロシアムか。俺はそういうの嫌いじゃないぜ。堕天使時代はよく英雄の戦いを見に行ったもんよ。確かに人類はそういった戦いを娯楽として捉えてきましたね。今はそれを競技、スポーツなどに形を変えていますが、根本的に戦闘というものは残っていますし、これからも残り続けるでしょう。さて、今回のお話は人間同士ではありませんが、とある最強生物のバトルのお話。皆さんはどちらが勝つと思いますか？楽しみにしていてくださいね。それではどうぞ。てめえが最強の殺し屋のカカオか。どんな依頼でも完璧にこなしてくれるんだろう。うへへ、それは僕の気分次第さ。それにしても海賊から依頼が来るとはね。彼は殺し屋のカカオ・アルカラム。今回は海賊の船長から呼び出しがあり、依頼内容を聞いているところのようです。一体僕に誰を殺してほしいんだい？ライバルの海賊とかかな？違う。俺はクラーケンのたこ焼きが食べたいんだ。クラーケンのたこ焼きだって？クラーケンって近世ノルウェーに伝わっていた巨大タコのような海の怪物だよね。そうだ。そのクラーケンがクラケン島にいるという噂があってな。クラーケンを倒してクラーケンの肉でたこ焼きを食べたいんだ。なかなかにぶっ飛んだ考えだね。確かにあの怪物の肉でたこ焼きは美味しそうだ。今回の依頼は僕にクラーケンを倒してほしいということかな？もちろん倒せるのならそのまま直接クラーケンを倒すことを頼みたい。だけどさすがに殺し屋のお前でもクラーケンを倒すのは難しいと思っている。どんなものかわからないから何とも言えないね。そこで俺はクラーケンを倒すためにメガロドンを利用することにした。メガロドン、約2300万年前から360万年前にかけて生息していたと言われる巨大サメか。その通り。そのサメをクラーケンにぶつけてクラーケンが弱ったところを俺が狙う。じゃあ僕の仕事は？まずはそのメガロドンを俺たちの仲間にすることだ。絶滅したと言われているメガロドンの居場所もすでに把握している。頼めるか？クラーケンを倒すためにメガロドンを利用するのか。ワクワクするじゃないか。この仕事引き受けたよ。こうしてカカオはその海賊の依頼を引き受け、メガロドンを探しに行くことになりました。よし、メガロドンがいると言われている海域に来たぞ。早く会いたいな。僕はメガロドンを殺せばいいんだっけ？バカか、殺したらダメだろ。仲間にしてクラーケンと戦ってもらうんだ。生け捕りが目的だね。ま、現れた瞬間にナイフや銃で攻撃しようじゃないか。そうだな。これは何だい？きっとメガロドンが現れたんだ。どこにいる？いた、あそこだ。船から身を乗り出して海を見ると、巨大なサメがカカオたちの乗る船に体当たりをしていたのです。うわあ！へへへ、体感がないね。これくらいの揺れで転んでちゃダメだよ。うるせえ、早くメガロドンを生け捕りにしろ。言われなくてもやるさ。カカオはすぐに船から飛び出し、その巨大なサメと一緒に海中に潜ってしまいました。悪いけど静かにしてもらうよ。えい！あ、やりすぎちゃったかな。ま、気絶したしいっか。カカオは素手でサメの弱点とも言われる尾柱を力強く殴りました。するとその巨大なサメは一瞬にして気絶をして海の上でプカプカと浮いたのです。殺したのか？安心していいよ、気絶させただけさ。今のうちに船の上に引き上げようじゃないか。さすがだ。引き上げるための網を持ってこないとだな。ちょっと待ってろ。こうして無事にメガロドンを捕まえられたと思っていたカカオたちはある勘違いをしていたのです。
なんだい？うわー！なんとさらに大きなサメが現れて、先ほどの巨大サメを丸飲みにしました。そのサメこそがカカオたちが捕まえる予定だったメガロドンだったのです。さっきのサメは違う。これが本物のメガロドンだよ。マジかよ、こんなに大きいなんて。15メートル以上はあるね。この大きさは殺す気でいかないとは。こっちが殺されるよ。攻撃だ！カカオたちは容赦なくメガロドンを銃やナイフで攻撃しまくりました。しかしカカオたちの攻撃は一切通じず、船を大きな口で噛み砕かれ、カカオたちは海に投げ出されてしまったのです。お前ら人間ごときが俺様に勝てるわけがないだろう。喋った？へへへ、さすが伝説の巨大サメメガロドンだね。終わった、このままじゃ食われる。簡単に協力してくれる相手ではなかったね。さてどうしたものかな。こうしてカカオたちがメガロドンの大きな口にそのまま食べられてしまいそうな時でした。協力？お前たちは一体俺様に何の協力をさせようとしたんだ？おお、時間稼ぎができた。カカオナイス。彼はクラーケンの肉を使ったたこ焼きを食べたいと思っているんだよ。だけど普通に戦ってもクラーケンには勝てないから君に協力させようと思ったんだ。クラーケンのたこ焼きだと？なんで正直に話してるんだよ、殺されるだろう。俺も食べてみて。はあ？へへへ、これは意外な反応だね。なんとメガロドンはカカオたちが考えているプランに興味が湧いたのです。よし、交渉だ。俺はクラーケンを倒す手伝いをしてやる。その代わりお前らはクラーケンのたこ焼きを作って俺に与えろ。それで命を助けてくれるのならお安いご用だ。へへへ、どうやらうまくいったようだね。こうしてカカオたちは何とかしてメガロドンに協力してもらえることになったのでした。よくぞこんな遠いところまで来てくれた。本当だよ、船で1時間もかかったし大変だったんだから。彼女はカカオの妹で同じく殺し屋のガーナールカラム。ちょうどカカオが海賊から依頼を受けていた頃、ガーナも別の依頼を受けていたのです。このクラケン島の代表として報酬はしっかりと払う。これはこの島に住む人間全員からの依頼だしの。島に住む人間全員からの依頼？一体私に誰を殺せって言うんだにゃ？殺すんじゃない、この島に住み着くクラーケンをなんとか移動させてほしいんじゃ。殺さないってクラーケン？あの近世ノルウェーに伝わっていたタコみたいな巨大な海の怪物？てかそんな怪物が近くにいて大丈夫なの？大丈夫じゃ。クラーケンはこの島の付近にずっと住んでいて、外敵からわしたちを守ってくれてるんじゃよ。そうなんだ。でもなんでそのクラーケンを移動させたいの？実はクラーケンはこの島の周りの海に自由自在に泳いで住んでいたんじゃが、最近はこの島の裏の岩がお気に入りらしくての、そこにずっといるんじゃ。それが都合が悪いってこと？うむ、この島の裏に新たに港を作りたいんじゃ。だからその建設の間だけ違う場所に行ってほしいんじゃが。クラーケンは全然移動してくれないってことね。その通りじゃ。クラーケンは子供っぽくてわがままでの、我々を傷つけるようなことはしないんじゃが、どうも扱いが難しくて。わかった、とりあえずそのクラーケンのところまで案内して。こうしてガーナは依頼を引き受けてクラーケンがいるところまで向かうことに。あれがこのクラケン島の守り神でもあるクラーケンじゃ。ぎでかクラーケンは人が島だと間違えて上陸してしまうほど大きな生物と言われています。ですがガーナが驚くべきことはクラーケンの大きさだけではありませんでした。島の住人らしき人たちがクラーケンを説得しているようですが。出ていけ、
嫌だよ。ここは僕のお気に入りの場所なんだもん。え、クラーケンって喋るの？うむ。だから意思疎通は簡単なんじゃが、あの通り全く聞いてくれなくての。確かに喋り方的にも子供っぽくてわがままそうだにゃ。クラーケンには悪いが、実力行使しかないと思ってな、殺し屋の君を呼んだんだ。殺さずにクラーケンを移動させたらいいんだよね。うむ、殺し屋の君ならその辺の加減うまくやってくれるだろう。任せて。あの場所は危険だってクラーケンに思わせたらいいんだにゃ。そう言ってガーナはたくさんの爆弾を取り出しました。どうやらクラーケンのお気に入りの場所を爆破して、その場所から逃げさせるようです。いっけー。なんだ、こんなもの当たらなければ意味ないようだ。うそ、やはり簡単にはいかんか。ですがクラーケンはいとも簡単に岩の破片を避け、全く当たらなかったのです。そこにいる二人の仕業だな。見つかったにゃ。クラーケンを怒らせてしまった。これはまずい。二人とも僕がむちゃくちゃにしてやる。そして怒ったクラーケンが二人の元に近づいてきた時でした。かわいい。え、何が起きたんだ。村長、この子は誰なんだい。殺し屋のガーナちゃんだが。かわいい、かわいすぎるよ。僕と仲良くなろう。なんとクラーケンはガーナに一目惚れをしてメロメロ状態になったのです。ねえガーナちゃん、僕とデートしようよ。ねえ、これはチャンスだにゃ。いいよ、でも私この場所は好きじゃないにゃ。どこでならデートしてくれるの。この島の表の海沿いならいいよ。ほら一緒に行こう。うん、解決した。こうしてガーナは自分に対する恋心を利用することでクラーケンを無事に移動させることに成功したのでした。ガーナちゃんありがとう。これで無事に新しい港を作れるよ。私は何もしてないにゃ。クラーケンが勝手に移動してくれたのね、クラーケン。ガーナちゃんのお願いなら僕は何でも聞いちゃうよ。ここまで惚れてしまうとは。って、あれはなんだ。海賊船って、あれはお兄ちゃん。ガーナちゃんのお兄ちゃんだって。それはすぐに挨拶しないと。船長、クラーケンがいたよ。で、なんでガーナがいるんだ。あれがクラーケンか。超うまそうだ。攻撃だ。クラーケン。突然現れたカカオたちにクラーケンは砲撃を食らってしまったのです。君たちは何者だ。俺たちはクラーケンを奪いに来たんだよ。そいつを殺してたこ焼きにするためにね。たこ焼き。確かにクラーケンはタコだけど、そんなこと許されないにゃ。お兄ちゃんはどうしてそいつの仲間なの。依頼を受けた帰り道だから、この船に乗ってるだけだよ。ふざけるな。くそ、クラーケンナイスだにゃ。僕がこんな人間ごときに負けることはないよ。砲撃を食らっても大した傷を負っていなかったクラーケンでしたが、本当の敵は別にいたのです。好きやれガワえ、あれは何何。まさか大昔に存在したと言われている巨大ザメ、メガロドンか。最初から彼のプランはメガロドンにクラーケンを倒させるものだからね。クラーケン負けないで。大きな口と牙に噛みつかれてしまいましたが、クラーケンは反撃しメガロドンに巻きついたのです。うう、足が巻きついてきやがった。おりゃー。クラーケンはメガロドンを投げ飛ばしたのです。メガロドン大丈夫かい。大したことないさ。俺様は余裕だぜ。おい見ろ、
クラーケンがかなり弱ってるぞ。このままなら勝てる。ああ、何度も何度も噛みついてあいつの体をむちゃくちゃに引きちぎってやるぜ。うー、痛い、辛いよ。このままじゃクラーケンが負けてしまう。ガーナちゃん、助けてくれ。さすがに私でもメガロドンには勝てないよ。だからこの方法しかない。クラーケン、ガーナちゃん、最後にもう一度力を出して。あいつに勝ったら私の全部クラーケンにあげるから。ガーナちゃん、ガーナちゃん、クラーケンが元気になったぞ。どういうことだ。ガーナの色恋営業の効果だよ、この男たらしめ。誰がそんなこと教えたんだい。母さんか、それとも姉さんか。失礼だね、これは純愛だにゃ。まあお母さんもお姉ちゃんもここぞという時以外に使っちゃダメだよって言ってたけど。って今はそんな話どうでもいいにゃ。クラーケン、いっけー。ブー、メガ、俺様のメガ。見えない、何も見えないぞ。クラーケンのタコスミビームか、これは想定外だね。沈んでいったにゃ。やった、勝ったぞ。僕の勝ちだ。突然始まったメガロドンとクラーケンの戦いはガーナの力もあってクラーケンの勝利で終わったのでした。クラーケンが私にメロメロで抱きついてきたから逃げるのが大変だった。あの吸盤なかなかに取れないんだよね。あ、ガーナおかえり。ゲ、お兄ちゃん、ちゃっかり私よりも早く家に帰ってるし。タコスミを食らったくらいじゃ僕は死なないよ。ま、海賊の船長やメガロドンは沈んでいったけどね。まさかお兄ちゃんと戦うことになるとは驚いたにゃ。でもクラーケンを殺そうとするなんてお兄ちゃんひどいよ。勘違いしているようだけど僕の今回の仕事はメガロドンの協力を得ること。僕は船に乗っていただけで最初からクラーケンを殺すつもりはないよ。え？そうなの？じゃあなんであそこにいたんだにゃ。それはね、家に帰ってきたガーナにカカオはたこ焼きを作りながらその理由を話したのでした。クラーケン VS メガロドンか、いい戦いが見られたぜ。海はまだまだ人間にとって未知の世界、どんな生き物がいても不思議ではありませんからね。つうか、あのアルカラムってのはモテるのか。俺からしたらさっぱりなんだが。ものすごくモテるっていうよりは一部の特殊な熱狂的な人からモテるという感じでしょうか。ああ、なんか言いたいことは分かったわ。それより俺もたこ焼き食いたくなってきた。一緒に行こうぜ、一星さん。いいですね。皆さんは勝利の予想は当たりましたか？コメントで教えてくださいね。それではバイバイチーン。メガロドンの協力があってもクラーケンには勝てないと思っていたんだ。だけど戦いの最中にクラーケンの足の一本くらいは落ちると思ってね。まさか。そのまさかさ、あの戦いの中で海に落ちたクラーケンの足を持って帰ってきたんだ。にゃ、じゃあそのたこ焼きってクラーケンの足を使ったやつ？最低だにゃ。別にいいじゃないか、どうせクラーケンの足はあの後に再生したんだろ。それはそうだけど。いただきます。おいしい。ガーナも食べるかい？もちろんチョコソースをたっぷりかけてだよ。あたしはクラーケンと友達だからいらない。